野間が打って、はい、サヨナラ勝ちを収めた。そうですね、そういった意味ではやっぱり上本選手のまずは先頭での、余裕がやっぱりヒットにつながったのかなと思いますし、そういうところでやっぱりベテランになる年齢の選手たちではありますけれど、さあどうか、ベンチから新井監督が出てきますというジェスチャーを見せています。新井監督、これはですから前田さん、大きくオーバーランをしたということでアウトにしたということなんですか。松山タイムリーヒット、5対1 1点を返しました広島東洋カープ。監督もお喜び。